さあお聞きの皆様、お待たせいたしました。今宵もヒーリングレディオのお時間です。2021年あ、違う。このまま行きましょう、このまま行きましょう。2021年第1回目の放送になります。本日もマッチンさんと一緒にお送りしていきます。マッチンさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もこんなですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや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 、いきなりもう大ボケから始まりましたね。やっちゃった。びっくりしましたね。正月ボケひどくないですか、今2人とも。すごいですね。もう2011年、あ、間違えた。いや、合ってます。どうしよう。え、もしかして僕たちも時空超えました、これ。いや、僕ら危険ですね、なんか。大丈夫かな。言っちゃってますね。言ってますね。え、ちょっとマッチンさん、正月ちょっと飛ばしすぎたんじゃないですか。そうですかね、なんかあんま覚えてないですね、正月。ねえ、まあまあ、はい、2021年です。ね、本年もですね、改めてこのレイディオの方でもマッチンさんにお世話になりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またお聞きのね、リスナーの皆さんにもまたいろんな形でですね、参加いただければなと思います。本年もよろしくお願いします。さあ、まずですね、マッチンさん、はい、はい、いろいろまた発信をですね、いただいてて、いい刺激をですね、頂戴してたんですね。あ、本当ですか、ありがとうございます。いや、ヒーリングサロンって何ですか。あ、オンラインサロンですね。あ、そうです、そうです。オンラインサロンという形で、新しく今ヒーラボっていう名前で、うん、まあ、体のケアとか、うん、心のケアとか、うん、あとはヒーリングっていうものの、まあ、認知活動とか、うんうんうん、そういった目的で新たにサービスとして始めたんですよね。うん、なんか普通に宣伝しちゃったけど。あ、いえいえいえ。ね、あれ、宣伝って、お年玉企画というところでですね、うん、並行してというか、僕はなんかこう、つながりを感じたんですけど、ああ、はい。もうその日からできるヒーリングのノウハウをですね、ご提供されてたじゃないですか。そうですね、はい、ノートも作らせていただいて。あれもすごい出来が、しっかりされてて。あ、本当ですか、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。いや、もうさすがに現場の数をこなされてね、すごくすごく深いことを分かりやすく、こうエッセンスを凝縮されてる感じでですね。本当ですか。嬉しい。いや、こんな久しぶりにお話ししてめっちゃ褒めてもらえると思ってます。いや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 。しかもお年玉企画の時にあれだけ内容っぽいものをですね、作っていただいたのを結局無料で展開をされてましたよね。そうですね、まあ、そのいくらなんだろう、いろんな経験積んでも、うん、なんか僕一人でそのデータを持っていてもしょうがないので、せっかくなら僕の情報を、受け取ってくださる方には、どんどんオープンにしていった方が、お互いにいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。もうあれはね、本当に感動したんですよ。いや、嬉しいです。なんかやってよかった。例えばそう、東洋医学がどうとかですね、はい、解剖学的にこの臓器はこういう働きがあるとかですね、こういうことを細かく小難しく話はもうできると思うんですよ、ちょっと勉強すれば。でもそこではなくて、
こう、ここをこういう形で、まあ、ヒーリングをしていくといいよっていうですね、本当にこうシンプルに伝わるものがですね、僕は感動して、いやありがとうございます。ぜひ、まあ、ご興味がある方はですね、あのツイッターの方とかで、またノートの URL とかで確認をまたしていかれるといいかなと思ったんですけど、すごいですよね。そして今回の、まあ、オンラインサロンの開設というんですかね、スタートというか、はい、ちょうど今日からスタートしました。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に発信力がすごいなと思って。いやそんな、あのもうたまたまなんか重なったっていうだけで前々からやりたかったのになかなか行動できずにいたことがなんか急にその気になったっていうだけのことなんですけど、うん、何かきっかけがあったとかですか？そうですね、やっぱりそのお年玉企画みたいなのをやらせてもらった時に、想像以上にたくさんの方がこう、まあ、興味を示してくださったので、それがすごく嬉しくて、これだけたくさんの人に興味を持ってもらったんだったら、そういう、まあ、オンラインサロンみたいな形でも、もしかしたらやっていけるんじゃないかってちらっと思って、まあでも結局まだそこでも、ビビりながらなんで、その、もしその会員さん30名突破したみたいな感じで条件付きでやった、はい、そんな感じです。あと今だったんですよね、なんか。そうですね、もう本当にありがたくて1日で30名の方に、参加表明していただいて、本当にそれで背中を押してもらったんで、まあ、何としてもいいサービスを提供したいなっていう思いですね。いやー素晴らしい。これはありがたいですね、本当に。年、そうですね、まあ、大きな節目だったと思うんですよ、この2020年と2021年あたりですね。大きな節目とか言って、あの冒頭でいきなり年号間違いましたけど、まあ2020年前後でもう本当に大きくいろんなものが動いていくなっていう、まあ、どっかで俯瞰しながらですね、眺めている自分もいてですね、そんな時に、まあ、いろんな意図というか感じていかれたものがあって、まあ、このようなサービスがね作っていかれてるんだろうなというふうに思うんですけど、今後どういう、そうですね、世の中を見ながらですね、はい、まあ、サービスの展開を思いつかれたんでしょうかね。ありがとうございます。もうそれこそですね、最初に、まあ、去年マスティさんと対談させていただいた時もそうだったんですけども、自分が想像してる以上に、この、まあ、ヒーラー、この業界というかですね、ヒーリングの、方々が、まあ、みんな同じ思いだったんだっていう確認ができたんですね。この、まあ、YouTube やっていく中で、対談をしていくと、本当に皆さんそのヒーリングってものを、もっとこう、一般化じゃないですけれども、多くの人の生活の中にこう馴染んでいくような形。マスティさんはその時に当たり前かっていう表現をされたんですけど、もっともっとこう馴染んでいってくれたら、もっとこう優しい世界になって、心がこう安定したりとか、ポジティブになることで社会全体が、素晴らしいこう変化というのが、ね、起きてくるんじゃないかっていうのをみんな感じていて、ただじゃあ
どう動くかっていうのがなかなかこう、うん、難しいところだったんで、うんうんうん、もう分かんないけどやっちゃおうみたいなノリですね。いやー分かりますね。僕も去年年末12月の中頃ですかね、はい、この無料でですね、気候というかエネルギーの理論の、はい、まあ、エッセンスみたいなのをですね無料の講座作ってやってみたんですけど、はい、僕もお世話になっております。あ、そうでしたね、町さんありがとうございます。もういやこちらこそお読みいただいてて勉強中です、まだ。ありがとうございます。いつでも質問いただければお答えしますので、はい、ありがとう。気が向いた時にまた絡んでください。ぜひ、はい、全員が全員ヒーラーになってほしいとかですねならなきゃいけないなんてことは僕は全く思ってなくて、ただあそれ面白そうだなとかですね、ちょっとそっちで行ってみたいなっていう感覚が広がっていってほしいですね。一つはそうですね、で虫とかも虫のせいにしてはいけないんですけどね、基本的には明るいところに集まりたいじゃないですか、面白い場所とか、っていう、まあ、雰囲気の一つにこのエネルギー的なものを扱う方々の、まあ、ポジションがあってもいいのかなっていうのは思うんですね。そうですね、やっていきたい方がどんどんそっちに流れていかれて、別に事業でやるわけではなくてもですね、生活の中で生かしていただければいいと思うし、そうですね、でそんな感じで僕も思ってましてね、まあまあこうやって楽しくやっていこうくらいですね。そう、僕ね怪しいって言われるの大好きなんですよ。だからね、いろんなところでまあまあまあ言われることあるんですね、気候的なもの、ヒーリング的なものが怪しいんじゃないかとか、はい、まあ、宗教チックなんじゃないかとかですね、あと騙してるんじゃないかとかですね、まあどんどん言ってって感じなんですね。そう、その方がいい悪いではなくて、人間ってやっぱりこう自分の理解を超えたものについては基本的に拒絶反応というか、そうですね、防衛本能が働くので、僕もずっとね怪しくていいと思ってます。やればやるほどわからないことも僕も出てきてるので。そうですよね、青天井っていうんですか、それは本当に僕も感じます。それがまあ楽しくてやってるんですけどね。そうですね、怪しい世界です。もうそれを楽しめる方とね、いろいろやっていければいいかなっていうところで。そうですね、なんか、まあ、それこ そ, そうマスティさんみたいにそういうどんな状況でも楽しめるようなメンタルの人じゃないとなかなかねこういう世界に続けることが難しいかもしれないですけど、でもそういう人がいるっていうことだけでも、すごく意味があるんじゃないかなって僕は思うんですよね。そうですね、それは本当に思います、はい、初めて手術を受けられる方って、やっぱり自分の理解の外側に一歩踏み出していただくわけじゃないですか。そうですね、初めてです。ヒーラーさんとか気功師さんとかを施術家を変えるのではなくて、全く初めて施術を受けるっていう時はですね、もう何に対しても僕は不安が先行すると思ってるんですよ。どうしてもそうなってしまいますよね、最初は。カイロプラティックだって怪しいし、鍼灸だって整体だってそうですね、初めて受けるときは絶対に怪しいんですよ。そうですね、はい、怖いからやっぱり、もうごくごく自然なことだと思うので、でそこをこう超えて、まあ、何かの形で触れていかれた方の、まあ、声というのがですね、
結構面白くて、うん、そういう反応がね返ってくるのが面白いですよね。ですよね。何でしたっけ、初めて遠隔施術をされた時、あえてキョトンとされてたんですもんね。そうですね。終わったのみたいな。ですよね。自分でさえそうだったので、もう、それが当然だなっていうところから僕は構えていいかなって自分自身は思ってるのでね、結構気楽っちゃ気楽なんですよね。うん、その上で本当に扱っていける人が増えた分だけ、基本的には世の中いい方にね向かっていく可能性が高いなと僕は思ってるので、うん、この、まあ、僕だったらですね、僕の無料講座とか他のサービスを一つの、まあ、ご縁としてですね、はい、そこから見えてくる世界とか未来とかっていったものをこう一緒にこう共有できる人ですね、どんどん出会っていきたいななんて思ってたりしちゃったりするんですよね。素晴らしいですね。僕最近そのノートを無料公開させてもらったじゃないですか。客観的に読み直した時に、うん、なんか本当にこうやったらこうなるみたいなことを僕はずっと書いてるなって思ったんですね。でマスティさんの今メルマガっていうんですかね、そういう形で今こう機構をね文章でご指導いただいてるんですけど、はい、やっぱりマスティさんはその、まあ、作家さんだからか、言葉一つ一つの、はい、なんだろう、その表現、僕が本を出しても、どちらかというとその行動自体というか、うん、こうやるとこうなるっていうのがメインになっちゃうんですけど、マスティさんは本当に、その文章として読んでも面白いというか。おお、そうですか、はい、ありがとうございます。何をどうするとかっていうところだけじゃないんですよね。おお、そこがやっぱり全然違うなと思って。あらららららら、僕にはああいうものは作れないな。嬉しいですね。まだ途中なんで、これからもちょっと楽しみに読ませてもらいます。ありがとうございます。ぜひこうご期待で。やっぱりね、文章を書くのを単純に好きっていうのはすごく僕も後押しがありましたね。なるべく分かりやすく読んでいてスッと読める文章っていうのを目指したいなと思ってですね。まあ、それがどこまでできたかは分からないんですけど、まあ、なるべく一対一で会話してるようなくらいの場の近さとか柔らかさというかっていうのをですね、ちょっと心がけながらあの文章を作ってたんですね。で、まあ、一部それが伝わったと思うとちょっとやってよかったななんて思っちゃったりしますね。いやすごく感じるものがありましたね、僕は。キャーキャーあれは、うん、そうですね、僕はああいうスタンスの言葉選びをなるべく中心に置いていきたいなと思ってて、で今いくつかですね他のサービスも作ろうとは思ってですね準備中なんですけど、基本的にはあのスタンスで行こうと思ってますね。そうですか。いやもうガンガン行ってほしいですね。ありがとうございます。いやちょっと嬉しいですね、今日背中を押してもらっちゃった、またいやもう多分たくさんの人が同じことを思ってると思いますね。わお。まあ、今年そうですね、どのタイミングで公開するかまだちょっと未定なんですけど、できればね1月中に、公開できるようにですね、僕もちょっと曖昧まで準備をしていこうと思ってるので、またですね、はい、お楽しみにいただいて、申請、はい、申請じゃないですね、まあ、
2021年からの、まあ、僕の気候的な活動というんですかね、はい、をあのお楽しみにいただければなと思います。いや楽しいですね、まあ、もちろんね、まあ、陳さんも、もうすでにサロンが今日からスタートということで、もう、ね、頑張りたいと思います、はい、多分ですよ、多分というかあのマッチンさん出し惜しみなしでガンガンにサロンやっていかれると思うので、そうですね、はい、もうね常に全力な感じだと思います。もう多分心地よいですねあんまりうまくコントロールできるタイプじゃないどっかでちょっと首輪つけてもらう人いたら、そうですね、たまにあの誰かがこうお前その辺にしとけってこう止めてくれる感じでやってますねえ、いや本当に楽しみですね。お互いに今年はね、なんかいろいろ挑戦ねしたりとか楽しくやれたらいいですね。ですね。あともうリアル3次元コラボ、これもなんとかね、なんとか掴み取りたいですね。やりたいですね。いやもういいんじゃないですか、もう僕たちがやると決めて、ちょっとこう世の中方向を動かすくらいのつもりでやばい大きなこと言っちゃったね、ただもう本当に思うんです、あのやっぱり対面で三次元空間ってですね、一緒にお会いしてる時のその、まあ、リアリティというか、これはですね、まあ、当たり前の話だと思うんですけど、やっぱり大事にしていきたいなと思うんですね。そうですね、まあ、今マスクがどうこうという話は抜くんですけど、マスクで鼻と口を隠すだけでもだいぶ人の印象変わりますよね。そこから取れる情報が変わるというか、やっぱりマスクしてる覆ってる分だけその相手のパーソナリティが減ってしまったりするんですよ、3次元から2次元になるとまたぐーんと落ちちゃいますし、まあ、どこからどこまでがいいっていう話でもないんですけどね、まあ、理想はやっぱり対面でなるべくオープンな会話ができるコミュニティがですね、また作っていけるっていうのが僕はいいなと思ってますんで。そうですね、ねえ、ちょっと時期見ながらですけどね、あの、はい、面白いイベントちょっとマッチンさんお願いします。はい、楽しみにしてますもう勢いで僕やっちゃう、はい、いいですね、いいですねということで、まもなく本日も30分近く来るかなというところですので、今日第何回目ですかね、ちょっともう回数僕覚えてない、第7回 ?8 回 ?7 回くらい7回目ぐらいの7回目ぐらいのヒーラーズレディオもう数字がもう今日ひどいですね今日数字は良くないですね、すごいことになってますねでもね、安心してください、僕はもともと数字が苦手なんです。そうです、僕もですね、そういえばもうこれはね、話すとちょっと面白いんですけど、小学校からトラウマできちゃって、あの算数で、はい、分数の足し算引き算ってあるじゃないですか。ありますね、3分の1足す3分の8はみたいな、こういう足し算のテストも出てたんですよ。で例えば3分の1足す3分の8は3分の9で、まあ3って書いたりですね、いろいろ書き方はイコールの後はあっていいはずなんですけど、今の場合だと3ですか、はい、で3分の2足す3分の8はっていう問いがあったとしますよね、と3分の11って書けば一応数としては合うじゃないですか、はい、あ、はいはい、なんですけど、ん3分の8足す3分の3分の
3分の10じゃないか。すでに。ちょっと待って。3分の2たす3分の8なので、3分の10は正解ですね。そうそう、3分の10です。3分の10で正解なんですけど、3と3分の1って書かないとバッテンだったんですよ。3と3分の1？はい。ああ、そう、きれいにしなきゃってことか。そうです。整数は整数って出して、はいはいはい、残りを分数で書きなさいって先生は言いたかったらしいですね。ああ、はいはい、ありますね。でところが、その 例題というかテストには別にその、書き方の指定がなくて、ええ、で僕は純粋に足して書いていったら全部バッテン食らったんですよ。ああ、そう、こう算数っていうか数字の世界はこういうもんかっていうのがもうトラウマになっちゃってですね。ああ、もうそれからですよ、この数字の広さは。いやもう僕らどっちもそのツッコミじゃないじゃないですか。そう、両方ボケるというか両方壊れるというか。そうですね。この感じがもう毎回僕大丈夫かなっていう。まあまあそのね、別に先生を恨むこともないんですけど、今でも大好きな先生なので、あのよく笑い話にするんですけど、ね、まあそれ以来ですね、まあ、数字の、まあ、僕の中のね位置づけというのがひどいものになっちゃってですね、苦手になっちゃったんです。まあまあこれ笑い話で済むので、あのまあね修正しようとも思ってないんですけどね。はい、僕は、はい、文字で出てきたらとても消化しますけど、数字で出てくるともう宇宙言語ですあれは。ああ、そっか。いや僕もそうですね。でもまだ文字の方が、そうですよね、まだ文字の方がいいですよね。そうです。ああよかった、友達がいた。ツッコミ不在っていうのがちょっとまずいですよね。確かに。ということで、まあ、数字の概念にねとても弱いということが今日暴露された、あ、第7回目くらいのヒーラーズレイジオですけども、ね、また今年も1年ゆるゆるとお付き合いいただけたら幸いです。では、マチンさん、今晩も本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではリスナーの皆様もありがとうございました。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。